向こうの部屋に行きませんか、ワンちゃん。まあ、今日は 27.5 度だからね。このままここでゆっくり。ワンちゃん。おはよう。もうだいぶ経ってますけどって言ってます。もうお昼過ぎてますよ。まだ過ぎてないけど。え、さっきなんか鳴ってなかった。鳴ってないよ。うん、まだお昼にはなってません。最近ダミ声のお昼を知らせるキンコンカンコンが鳴るんですよ、部屋の中で。うん、まだ鳴っていません。ジェイコムさん、もうちょっといい音のやつに変えてください。ビーンボンバンブンみたいなやつなんですけど。びっくりしてポンちゃんこっち見ちゃった。ポンちゃん、ポン、ポンちゃん、さっきまでちゃんくんと一緒にネネしてたんだよね。ブシュぐるぐる言ってて可愛かったせいしよ、ポンちゃん。ちょっと冷たい息がだいぶ、ん？飛ばないの？だいぶいっぱい飛ばれたからあれだね、新しいやつ持ってきた方がいい？でもあの形いいよね、なんかね。ちゃんと二人の間に来るのね。かわいいバンちゃん。爪とぎき、私が買ったやつにするとやろうか。あ、嫌なの？はい、はい、じゃあそこでやろうか。はいはい、そっとやるよ。うん、はいはい、はいはい、はいはい、いいかね。あ、リカさん、気持ちいいかい。ちょっとね、やりにくいから手を変えます。左にします。はいはい、ワンちゃんいい子ですね。テレビで猫を見ているうちですが、うちにも猫がいます。うちの子は可愛いっす。ここにも猫がいます。うちの子は世界一可愛いっす。ジャン君、ねえ、ね、ポンちゃん、なのに猫のテレビを見ている我が家でした。今はちょっとポーズで止めています。ゴちゃん、
いポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん。向こうの部屋に行きませんか？ポンちゃん。まあ、今日は 27.5 度だからね、このままここでゆっくりしていく。じゃあ向こうで待ってるからね。そしてあれ、ジャン君は出てきてないね。